こんにちは、佐藤と皆さんは1年前のあの悲劇覚えてるでしょうか。ほんち首になりやがったということでね、まあ僕は約1年前、こんち首になったんです。なんか俺がこんち首みたいだな。俺の挨拶がこんち首になった。俺は別にこんち首じゃないです。ザワッチです。あ、ごめんなさい。こんち首だったんですよね。一年間ずっと。気持ち悪い。意味がわからない。幼稚な視聴者ばっかで、投票で決めたら、俺は排他的経済ワッチスイキが好きだったのに、なんで、こんち首なんだと。おかしいじゃないか。もう、一年経ったけど。ということで、新しい挨拶決めたいと思います。昨日花火見に行ったんですよ。長岡の花火。めっちゃ綺麗だった。まあ、その話は置いといて。ツイッターでね、新しい挨拶募集するよ。この野郎は下ネタはやらないです。つぶやいたら、100件以上の新しい挨拶候補が来てくれたんでね、本当にありがとうございました。今回はもう投票したらろくなことになんねえから、もう独断と偏見で我が決める。いいのがなかったらないで OK って感じでやっていこうか。こんざわちどうもちくっぴです。ちくびやないか。どうもザワッチです。でええやん、マジですんな、ごめんなさい。何を言ってるんだ君は。エッチザワッチワンタッチ、エッチザワッチワンタッチ。下ネタいらないっつってるそばからこれだよ。もう下ネタないから。エクスタシー。どうもザワッチです。下ネタ入っちゃったね。ふわっち、エッチザワッチです。ふわっちはね、高2くらいの時ね、よくプロタンの生放送見てた。プロタンツイキャスとふわっちを結構頻繁にやってたんですよ。毎回クソおもろくてね、よく見てたね。最近全然ツイキャスも見てないよね。一時期ツイキャスめっちゃハマってたけど、全然最近見らなくなったよね。年取ったよね。何の話だっけ。こんざわっちです。こんざわっちです。なんか挨拶に自分の名前入れるのが気持ち悪いじゃないですか。こんざわってなんで、なんでこんざわって。紺色の俺か、俺が紺色か。どうもみんなの心の支配者ざわっちです。どうもみんなの心の支配者ざわっちです。別に俺は支配とかそういうのはしてないから、ただみんなが俺の動画がアップロードされたらそれを見てくれている。本当にありがたいことです。本当にいつもありがとうございます。ビルを素手で51階まで登れるよ。敵は強だよ。そう、ビルを素手で51階まで上がれる。これの意味することわかりますか皆さん。そう、ゾルタクスゼイヤ。見た目は自主規制、心は純粋。どうもザワッチです。見た目自主規制ってもうエグすぎでしょ。どんなのめちゃめちゃ悪口やん。ポメラニアンザワッチです。ポメラニアンザワッチです。どうもザワッチこと、そこもなんかジャンプです。昔のネタ持ってくるのはやめような。ザワッチー。はーい、ザワッチチャンネル始まるよー。ザワッチメメッチタマゴッチ。ザワッチメメッチタマゴッチ。俺は口パッチの方が好きだな。はい、どうもー、ザッチでーす。今日も頑張っていきましょう。ザッチでーす。よろしくお願いします。グループじゃないがゆえに2回自己紹介をしてしまうという、ちょっと悲しいよ。サンドバッグがなくなったら僕泣いちゃう。あ、ザッチです。サンドバッグがなくなったら僕泣いちゃう。あ、ザッチです。お前は毎回意味わかんねえよな。じゃがいもでーす。誰がじゃがいもや。ザワザワザッチ、ごきげんよう。ザワザワザッチ、ごきげんよう。ちょっと違うかなぁ。どうも、ザワザワ森から来た、ちょっとザワッとしてるザワッチでーす。どうも、ザワザワ森から来た、ちょっとザワッとしてるザワッチでーす。すいません。たまたま、どうもカバオくんです。どうでしょう。ちょっとね、出張者さんもちょっと思ってると思います。カバオくんネタは飽きた。ちょっとね、お前らね、カバオくん言ってるけどね、俺の鼻見てほしい。あ、カバオくんだわ。どうも、伊沢チャンネルの伊沢です。誰だよ。こんにちは、ザワッチです。なんか変やな。いつも応援してるよ。ありがとうございます。こんにちは、どうもザワッチだよ。この挨拶ほんと好き。毎回言ってるようだけど、これからどんどん俺の動画がネポテンちゃんみたいになっていくかもしれないんです。だから挨拶もこれにしたいなと思うけど、挨拶までこれにしてしまうともう炎上じゃ済まない。消される、抹消される、この世から。俺自身が、こんにちは、ザワッチことです。これは普通にダメですね。愚民どもよ、我が名は漆黒の闇を司る者、ザワッチだ。絶対隣に聞こえてるよ、この声。絶対隣の人に、こいつ大丈夫かって思われてるよ。どうも、ザ・タッチです。ちょっと。ザ・タッチって名前が良くないよね。もういっそ名前を野沢雅子とかにして、オスパー野沢雅子、ザ・タッチって呼んでくれ。それクリーニングブラザー。どう？意味がわからない。いや、僕の名前はザ・タッチ。みんなは何っち？え、ミチ？意味がわからない。白身魚、ザ・タッチです。意味がわからない。爪の間にネギトロが詰まってるザ・タッチでーす。意味がわからない。お母さん、ザ・タッチです。元気にしてますか？ちょっとそれマジでやめろ。高校の友達がよくこの歌を歌ってたね、俺の前で。こんにちは、ザワッチです。お前のせいで俺は1年間乳首だった。こんにちは、ザワッチですの。こんにちは、ザワッチですの。ジャッジメントですの。デカビン、どうもザワッチです。俺はデカビタシーの方が好きかな。ノベスコンラビリケラビノフラキシーラビラヘルブル。どうもザワッチです。ということ
ことで、もうとっとと発表しよう。とっとと発表します。新しい挨拶、この中にはない。すまないな、みんな募集したのに申し訳ないが、この中で俺がめっちゃええやんって思う挨拶はなかった。決まらなかったんですけど、まあこの中では一番いい方かなって思った挨拶を最後にやって終わりたいと思います。いきます。エフスタシー、どうもザッチです。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。